え法律家に喧嘩を打ったらフル今後精進します <laughs> あの大悟さんはあの <laughs> ちゃんとあの法律を勉強する気があれば勝てると思うんですけど勉強する気ないじゃないですか。<laughs> で大悟さんってあの得意なことやりがちなんですよね。まあまあ,あの人間そうだと思うんですけどはいあの。要はあのプログラムとかエンジニアリングとかもやると思えばすぐできると思うんですけどでもやる気がないからそっちの勉強しないってことだと思うのではい。